おはようございます。10月11日金曜日の朝です。先ほどサウジアラビアで行われた日本代表対サウジアラビアの試合、2-0で勝ちました。イエーイ。アウェー、完全アウェーの熱いサウジアラビアでの試合でしたけれども、完全に日本は強かったです。完全に強かった。とても強かったです。おめでとうございます。来週のオーストラリア戦も楽しみですね。では、今日もゆっくりと動いていきましょう。仰向けになってください。床に体を預けてください。呼吸を楽にして床と体がどう接しているのかを観察してください。右側と左側を比べてください。頭を左右に傾けてください。頭を傾ける動きは、体の動き、どこまで影響を与えているでしょう。はい、では両膝を立ててください。両手は天井に向けて持ち上げて、手のひらを合わせて指を組んでください。で、昨日はこの斜めの動きでしたね。右斜め、上から左斜め下。背中がどう床を転がるのかを観察していただきました。今日は、はい、斜め上から、右斜め上から目指すところは今度は左足の裏です。左足の裏と左手の甲が近づいたり離れたり、左足の裏、左足の裏に左手の甲が近づきます。このもちろんタッチする必要はないんですけれども、目指すところがこの足の裏、普通に降りてきてすねとか膝とか足首ではなくて足の裏です。遠くてもこの先に足の裏があるような位置に来てください。斜め上から足の裏、こうすると膝も、左の膝も外に開かないと足の裏が手の甲に向いてこないですよね。動きの大きさは必要ないですけど、この角度、方向だけやってみてくださいね。そうすると顔は頭ちょっと持ち上がってますか？頭、重い方は頭をできるだけ下から見るような、そんな動きもあるかもしれません。どうですか？息は止まっていませんか？呼吸止まるような動きにならないように、楽な範囲で、距離は遠くても方向が同じ。手の甲と左手の甲と左足の裏が向き合うような、そんな角度に動いてください。では、ゆっくり
動きをやめて、両手両足を床に預けてください。右側と左側を比べてください。股関節の高さ、あばらの長さ、脇の下の角度、腕の長さ、比べてください。もう一度同じような体勢をとってください。今度は右手の甲と右の足の裏が近づいたり、左手の甲、頭上の床ですね、左斜め上から右手の甲が右の足の裏に近づきます。優しく優しく、この角度ですね、右足の裏と右手の甲が向かい合うような、この距離はいいですよ、距離は頑張らなくていいですけど、この角度だけ気にしてください。呼吸は止まっていませんか？時々休んでください。ちょっと休みましょう。仰向けになって呼吸をして、はい、もう一度右手の甲と右足の裏、左斜め上から顔も左足の裏を覗き込むように、ではこれを交互にやってください。左斜め上から右足の裏、今度は右斜め上から左足の足の裏、ゆっくり頑張らずと言っても、こんな動きあんまりやったことないと思われる方は適当でいいんですけれども、あ、逆だ、間違えました、間違えてもいいので、呼吸が止まらず足の裏を覗き込むよ。はい、ではゆっくり動きをやめて仰向けになってください。床に体を預けてください。今日最初に仰向けになった時と比べて、この股関節の感じ、肩甲骨の感じ、床と体が接している部分、何か変化がありましたか？頭を左右に傾けてください。ではゆっくり起き上がってください。はい、いかがでしたでしょうか？ちょっと雨続きだったんですけれども、今日はとても気持ちのいい朝です。秋晴れの一日が望めそうです。では日本も勝ったし、天気もいいし、良い一日になりますね、きっと。いってらっしゃい。